明けましておめでとうございます。お辞儀、2021年もよろしくお願いします。お辞儀、とうとう2021年になりました。なんかさ、めっちゃ年越すの早って思った。本当に、うん、早い、うん、うん、早い。というわけで今回はですね、改めて2021年新しい気持ちで自己紹介をやっていこうと思います。イエイ。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。おうおうおう。なんで自己紹介をしようかなって思ったのかというと、自己紹介やってほしいっていうリクエストもね、コメント欄にあったりとか、自己紹介をちょっとしばらくやってないなっていうのもあったので、今回やっていこうと思います。はい、最初に名前から言いますと、しほるんと申します。岡山県に住んでる高校3年生17歳でございます。もともと生まれてから小学1年生までは和歌山に住んでて、小1の秋ぐらい、10月ぐらいにここのね、岡山に転校してきました。転勤族だったんですけど、岡山に家を建てて、お父さんだけ今はもう単身赴任で東京に住んでいます。この活動は中学2年生ぐらいからやってて、まあ、一応中1ぐらいから YouTube はやってたんですけど、アカウント変えたりとかして、当時は顔出ししてなくてサングラスをかけたりしてたんですね。いろんな時代がありまして、今このしほるんっていう名前でこうやって活動しております。中3の10月ぐらいに K-POP を好きになって、韓国系の動画をね、そこから出すようになりました。それまではこうメイクとか、なんか自分の好きなことをひたすら発信してました。うん。ミックスチャンネルっていうのをお友達に勧められて、でミックスチャンネル見てたら、ネオちゃんっていう、もうめちゃくちゃ可愛い、もう本当にもう憧れの人なんですけど、ネオちゃんがいて、マジでネオちゃんになりたいと思って、当時ね、ミックスチャンネルでネオちゃんは動画をね、毎日投稿してたんですよ。で、それがこういろいろ見てたりすると、こう学校終わってからすぐ動画撮ってアップしたりとか、すっごい尊敬したんですね、もうなんか。かっこいいと思って、私もネオちゃんみたいになりたいと思って、そこから私もネオちゃんと同じようにミックスチャンネルでリップシンク、口パクの動画を毎日ミックスチャンネルに上げるようになりました。最近はでも全然やってないんですけど、ミックスチャンネルを始めて、でミュージカリーとかもやっとって、途中からネオちゃんがYouTube を始めたんですね。だったら私もやろうと思って YouTube を顔出し始めて、今に至るって感じですね。すごい話してて懐かしい気持ちになりました。私が好きな K-POP のグループなんですけど、 BTS、まあ、一番最初に好きになったのが BTS なんですけど、 BTS、ブラックピンク、トゥワイス、ストレイキッズでございます。ちょっと最近ね、 JO1 も聞いたりしてます。この5グループがすごい推しですとかじゃなくって、もうほんまにいろんな K-POP の曲をね、聞くんですけど、特にこう注目して応援してるっていうのがこの5グループになります。こんなしっかりこう過去のことをね、話すっていう機会あんまりなかったと思うので、ちょっと今回は皆さんと一緒に中2からの私をね、皆さんと振り返っていこうと思います。イエイ。中2の頃の私って結構やばいんですよ。黒歴史だけど、皆さんと見ていこうと思います。本当は全部写真で振り返りたかったんですけど、中2だね。中2とか中3とかは結構写真がなかったりするので、最初の方はちょっと動画になります。ちょっとミックスチャンネルにはね、ずっと動画が残ってて見ていこうと思います。もうほんまに懐かしい。まずこれが私のミックスチャンネルの一番最初の動画です。ハロウィンから始めました。せーの。初めてのミックちゃんの投稿なんですね、これ。初めからいろいろ投稿はしてたんですけど、こういうリップシンク系の動画は初めてで、このハロウィンの動画が。そうだから、すごい懐かしいって思いました。さっきのは秋だったんですけど、ハロウィンでね、これが冬ですね。恋ダンスで服紹介してみた。これはすっごいいじられました。これを動画投稿した後、中学校のみんなに恋ダンスみたいな、もうめちゃくちゃ恥ずかしかったですね。やめてほしかった。物心ついたらふと見上げて思うことが、この世にいる誰も二人から、胸の中にあるもの、いつか見えなくなるもの、それはそういうこと、いつも思い出して、君の中にあるもの、距離の中にある鼓動、恋をしたのあなたの指の混ざり、頬の香り、夫婦を越えてゆけ、二人を越えてゆけ、
一人を越えて行け。やだ髪の毛何これ。やばいだろこれ。さすがにこれはちょっと学校の野球部の子たちが私のことをバカにしたくなるものもすごくわかりますね。共感性羞恥ってやつですね。ちょっと最近覚えましたこの言葉。当時そのネオちゃんもすっごい大好きだったんですけど、ペコちゃんもすっごい好きだったんですよ。虹もめちゃくちゃ好きだったんですよこの時。可愛いあの虹ね。この時期に多分私の今のサインも考えたんですけど、だからちょっと虹が入ってて、虹が多分好きだったんですよこの時期。だからこの虹のねトップスを H&M で見つけた時は即買いしましたね。でこれを紫も好きだったので紫のプリーツスカートに合わせるっていうのをよくやってました。懐かしい。で今となったらちょっと恥ずかしいですねこれね。これは中2の春とかもう中3になったかなぐらいかな多分。眉毛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 やめろ。もう見るに耐えませんこれ。ネオちゃんもこれをやってたんですよこの YDK で。ネオちゃんのを真似してやりました。だけどネオちゃんみたいに私可愛くなかったから、もうめちゃくちゃなんか2番煎じどころがもうなんかもうやばい、なんか劣化版みたいになっちゃって、すごいこれはちょっとなんかみたいに思ったのをちょっと思い出しました。これは中3の夏ですね。この服装で塾行ってたわ。She shot me one time. She shot me two timesSo shut me again, but she's gonna be mine. Who can say bang? So shut me one time. Bang, bang. So shut me two times. Bang, bang, bang. So shut me again, but she's gonna be mine. 懐かしい。このお団子にめちゃくちゃハマってました。この時期中3。これは多分秋ですね。無駄にネイルチップがめちゃくちゃ好きな時期でした。懐かしい。ネイルチップ懐かしい。こっから中3の写真ですね。これはルンセルカなんですけど、2月の2に投稿されてます。確か2月の1日、そう、2月1日受験だったんですよ、私立の。これ終わった時だね。そう、受験期本当にデブになって、もうこれ写真見れば分かる通り、マジでデブ。顔がパンパン、今以上に。カラコンが宇宙人ですね。懐かしい。そしたら次。これは高校1年生成り立てですね。5月6日です。2018年の。この時は、パンパン、顔が。本当に顔がパンパンでした。ここに出ると思うんですけど、ペンミもね、この時期に行ったんですよ。4月の19日だったんですけど、当時本当に顔パンパンで、ようこれでライブ会場行けたなと、私は思いました。懐かしいですね。2018年の7月の3日、夏ですね。そう、夏がね、本当に、高1の夏が私の、なんか、垢抜けスタート時期みたいな感じなイメージですね。まあ、まだマシじゃないですか。中3の時よりは。で、このぐでたまの服めちゃくちゃハマってました。囚人服って言われてたんですけど。島村で安くって、確か。で、なんか買ってもらって、わーいみたいな。カラコンが懐かしい。こういう、緑系のカラコンがすっごい好きでしたね。振り返るの楽しいな。これは、大阪の、パチンコ屋かな、なんか、何のお店だっけこれ、メガネ屋さんかな、大阪のね、道頓堀かなに行ったら絶対この宇宙人がいるんですけど、私のファンの子たちの名前ってルンズって言うんですけど、そのファンネームがルンズで、ファンマークは宇宙人なんですよ。そう。だから、宇宙人を見つけたらね、こういつも写真撮ってました。これは高1なんですけど、高2かな、高2の時もこの宇宙人の前で写真撮りましたね。ちょっと写真どっか行っちゃったけど。8月の21日ですね。懐かしい。これは、秋ですね。11月の9日。この辺で初めて彼氏ができました。ちょっと浮かれてる時期ですね。ルンセルカのハッシュタグを過去の全部見てたんですよ。今日はノーマルカメラで盛れる日とか言ってツイートしてたんですけど、全然盛れてねえよって思って、なんかあるよね、なんかさ、過去の自分が恥ずかしくなっちゃう。これは2019年の1月1日ですね。だから高校1年生の1月1日。懐かしい。ピカチュウが私大好きで、ピカチュウのね、スマホケース使ってましたね。懐かしい。髪の毛短いね、この時。で、これが4月の3日。カーキのネイルチップめちゃくちゃハマってて。カーキね、これ懐かしい。つけたな。またちょっとカーキやりたい。2019年7月14日。これは静岡公園から帰って、7月の13日に私、静岡のライブ行ったのかな。で、終電で新幹線乗れなくって、
でカラオケで一泊してすぐ岡山帰ってきて、その日にまたディレイビューイングかライブビューイングかあったよね。懐かしい。そう、この時は高2ですね。これも高2の夏か。そう、高2の夏休みは初めてね前頭を染めて真っ赤っかになったんですよ。そう、懐かしい。そう、ユニバにね行ったんですけど、これいい思い出ですね。あのブラックピンクのロゼちゃんに憧れて赤髪にしました。そう、トゥドトゥドの時のロゼちゃんかな。ほんまに可愛いですよね、あれ。これは2020年6月の19日、これ地雷メイクしたんだ。そう、懐かしいね。これが今年の夏ですね。2020年8月17日。アイライン細っアイライン細っ、懐かしい。これはほんまに最近ですね。ちょっとこれちょっと自分でもよく漏れてるんかわかんないんだけど、あんま漏れてないかな。漏れてないね。目がちょっと片目悪いな、うん、こんな感じです。はい、これが私の顔ですね。今までの結構垢抜けた方だと思います、うん、中3よりは、うん、全然ねこのハロウィンやばいっしょ、さすがに。やだ、何これ、はい、こんな感じで私の中2から高3までの5年間ですね。5年間を振り返ってみました。そう考えたら結構長い間 SNS やってますね。私が K-POP 好きになる前から知ってるよっていう方もね、まだ見てくれてたりするし、たまにもうね、ほんまに嬉しいです。本当にありがとうございます。でもまだまだ私ね、チャンネル登録者も少ないし、知ってくれてる人も少ないと思うので、まだまだ子さんになるチャンスはもういくらでもあると思うので、皆さん子さんになってください、ぜひ今のうちですよこんな感じで2021年始まろうとしているのですが、今回はですね、私の2021年の目標を皆さんに紹介していこうと思います。普通に発表するだけじゃちょっと面白くないなということで、今回はせーの、ダン、こんな感じで習字をやっていこうと思います。やっぱりお正月といえば習字じゃないですか。私ね、めちゃくちゃ習字下手くそなんですけど、めちゃくちゃ習字好きなんですよ。そう、だから高校1年生から高校3年生までずっと書道の授業を取ってたし、そう、ほんまに書道好きなんですね。だから今日はちょっとね、久しぶりにお家でやっていこうと思います。うわー、下手くそやけど何も笑わんでな、みんな。で、これさ、めっちゃ書道が上手い人とかもさ、もしかしたら見てるかもしれんや。いや、志保の下手くそやなとか思われたらちょっと恥ずかしい。くそ、あれすんの忘れた、髪折るの。ああ下手くそになっちゃった。ああ、しましょう。本当に下手くそで、やばいです。笑わないでください、笑わないように皆さん。まず一つ目の目標、じゃじゃーん、100万円貯めるでございます。100万円貯めるは、これはもうずっと言ってるんですけど、やっぱり今年中にそう、やっぱり今年中に100万円貯めることが大切だと思います。せめて2022年3月までには、いや2月かな、うん、ちょっとね、2022年にはこの家を巣立たないと、4月にはね、うん、そこで新規生活頑張らないと、私の夢であるスタイルブックにはちょっと近づけないなということで、そう、絶対に今年中には、うん、100万近く貯めたいなって思います。頑張ります。次に、せーの、じゃじゃーん、こちらカメラ買うでございます。そう、カメラはちょっと100万円を貯めてからの話だと思うんですけど、これは本当に買いたい。今ずっと iPhone で撮影してるんですけど、カメラを買うことによって絶対に今まで以上にいい動画が作れると思うし、メイク動画とかも結構ね良くなると思うし、なんだろうね、なんか iPhone クオリティって限界があるじゃん。そう、だから YouTube 頑張るためにもカメラを買いたいなって思います。どんなカメラか全然見当つかないんですけど、カメラ詳しくないからね、勉強します。これ本当に字が汚くて申し訳ない。せーの、じゃじゃーん、グッズ作る。マジでこれずっと言われてるんですよ。しほるんちゃんグッズ作らないんですか、しほるんちゃんグッズ作ってください、しほるんちゃんのグッズ絶対買うよって。ありがとう。グッズ作りたくって、そう、マジでグッズ作りたくて、だから今年中に作れるように頑張ります。皆さん作れるように応援よろしくお願いいたします。こんな感じで私のね
目標たちが揃いました。字が不調なんですけれども、一人前の YouTuber になれるよう頑張ります。はい、というわけでこんな感じで私の2021年一発目の動画は以上になります。わーい。2021年どんな年になるのか分かんないけど、すごい幸せな年にしたいですね。2020年コロナばっかりでね、全然思い出作れなかったから頑張ります。2021年もよろしくお願いいたします。というわけでって何回言うの、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。バイバーイ。